ということでね、今日はこの、ハーモニックスクイール奏法について解説しようと思います。これ地味に質問をよく受けるんですけれども、まずね、このハーモニックスクイール奏法っていうのは何ぞやっていう話なんですけど、よくなんだろうな、バンヘレンさんとか、あとアレキシェ・ライフォさんとか、ダイムバック・ダレルさんとか、数々のね、ギターヒーローがやってきた飛び道具的な技になります。で、後で説明もするんですけど、なんかそのハードロックとかメタルのイメージがすごい強いんですけど、実はね、全然ロックとかでも使えます。そんなにね、歪ませる必要がない奏法なので、割と汎用性は高いので、ぜひね、この動画をもとに身につけていただけたらなと思います。ちょっと自慢できますそうですね。で、まずそもそもなんですけど、どういうギターが必要かってなるんですけど、このご存知のとおり、こういうアーム、これですね、これがついているギターがまず必要になってきます。で、その中でもどういうものがいいかってなると、一番いいのはね、フロイトローズっていうタイプのものがついているものです。これ一番やっぱね、ハーモニックスクイールとかアーミングしやすいです。はい。で、2番目が2点指示のトレモロのタイプのものです。で、3番目4番目ぐらいがこのストランドバーグとか6点指示のトレモロがついたタイプのものになったりします。はい。で、ストランドバーグどこがダメかっていうと、めちゃくちゃアーム硬くて重いんですよね。きっとね、フロイトローズの倍ぐらい硬くて重いです。なので、初めてやるような方で、これからね、ギターも1本買うとか、これからギター始めるっていう方でこの奏法をやりたいんであれば、おすすめはフロイトローズか2点指示で、一番扱いやすさとかも考えると、バランスを見ると2点指示のトレモロのギター、例えばアイバニーズの AG シリーズとか、あのあたりをとか、シャーベルとかですね、ああいうものを買っていただくといいんじゃないかなと思います。で、その次なんですけど、セッティングに関してです。場合によってはフローティングっていう作業が必要になります。フローティングっていうのは、このブリッジをね、ちょっと上げとくっていう作業なんですけど、なんで必要かっていうと、ちょっとアームアップがね、できなくなるんですよね、フローティングしてないと。っていうのも場合によってはあるからです。アームアップって何ぞやっていう話なんですけど、この今こうやってハーモニクス出して、このアーム上げたと思います。これがアームアップです。で、このアームアップするときにフローティングをしてないと、ボディにね、このアームのブリッジがゴン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 当たっちゃって、全然上がらない、音が上がらないということになるので、購入したね、ギターによりけりなんですけど、フローティングっていう作業が必要になってきたりします。あとね、もう一個がね、割と知らない人多いと思うんですけど、弦高はね、低すぎるとやりにくいんですよ。っていうのもあります。ちょっと低いぐらいとかだったらいいんですけど、ベタベタに低すぎるとハーモニクスの音が鳴りにくいっていうのがあって、なので、そこまで下げすぎないっていうセッティングにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。こういうところですかね。なので、一番いいのはフロイトローズのギターで、そこそこの弦高にしてあげとくのがいいのかなと思います。はい。ということでね、次音作りとかなんですけど、ここね、割と勘違いしてる方がいるんですけど、そんなに歪ませなくてもいいです。で、どれくらいの歪みの目安かっていうと、例えばこの5フレットのハーモニクスポジション、なんでこの5フレット 1,2,3,4,5、 この5フレットの、この本当のフレットの真上を押さえて、はい、このね、今のハーモニクスの音が鳴るくらいであれば、もうその時点でハーモニックスクイールはできます。なので、これぐらいだったら全然その
オーバードライブとか軽くかけたギターでもハーモニクスってなると思うので、そこまで歪ませる必要はないんです。たまにこのハーモニクスクイールやる方の中ではめちゃくちゃ歪ませてディレイすごいかけてやる方もいるんですけど、家でねちっちゃいアンプで弾く分にはね全然それでもいいんですけど、例えばスタジオ入ってみんなの前で今日やってやろうぜって思ってたのにそのセッティングでいくと間違いなくハウるんでそうなんですよ、めちゃくちゃハウっちゃうことになって結局音量を下げて全然聞こえないとか、あとは原因下げちゃって全然できなかったとかってなっちゃうので、なるべく最初からねそんな特殊な音作りをせずに普通の音で練習してください。はい、まあ、要はこのハーモニクスクイール奏法のためだけの音作りはしなくていいっていうことですっていう感じです。はい、ということでね奏法について解説していこうと思います。やっていきますか。はい、で一番ね最初の頃とっつきやすいのはこの5フレットのハーモニクスポジションと3フレットのハーモニクスポジション、ここら辺がねきっと一番最初とっつきやすいと思います。でこの時なんですけど大体まあ5弦から1弦ぐらいまでかなを鳴らす、全部鳴らすって感じですね。まあ、4弦から1弦、5弦から1弦とかでいいと思います。そこら辺を大雑把にまずハーモニクスで鳴らしてあげる。で次その後にアームを握ってあげる。それで例えば上げてあげる。やってみますね。こんな感じです。はい、流れはねもうこれだけです。ハーモニクスを出してアームを握ってあげる、本当にこれだけです。この動作を所作をだん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 スムーズに短くできるようになれば自然なスクイールが出せるようになるっていう感じです。はい、なのでねこれどちらかというと慣れっていう感じで、ただ本当に慣れれば誰でもできる奏法なのですごいテクニカルってわけでもないので練習を積めば積むほど上手くなります。はい、まあ、やってみましょうか。5フレットのところです。鳴らす、上げる、ビブラート、こんな感じです。はい、次はね3フレットで鳴らしてみますか。でこれなんですけど5フレットと3フレットだと3フレットの方が難易度がちょっと高くなります。基本的にはこの5フレットから3フレット、3フレットから例えば2フレット近くのところでハーモニクスを鳴らすってなっていく、こっちに行くほどすごく難しくなります。ただこっちに行けば行くほど音はね高くなります。例えば7フレット、5フレット、3フレットっていくと最初は7フレット、こんな感じです。だんだん上に行けば行くほどハーモニックスクイールの音は甲高くなるのでより叫び声感が出てきます。下になれば下に行くほどスクイールっていうよりちょっとうなり声に近い感じかなっていうのになっていくので、ここはねその自分の楽曲に合う合わせて選んでいただければいいと思います。なのでまずね3フレットもう一回3フレットのとこ行くんですけど、ここも同じさっきと同じで3フレットの真上のねフレットの真上のところでまずハーモニクスを鳴らす、で上げる、こんな感じです。さっきよりもね難しいです。これこんな感じですね。はい、でさっきもちょろっと弾いたんですけど7フレットのところでも音出せます。ここは5フレットよりも音はちっちゃい、音は音程は低くなりますっていうような感じですね。まずここまでっていう感じです。ハーモニクスを
まあ、5弦から1弦ぐらいまで大雑把にまず鳴らして、その後にアームを上げてあげる、それで揺らしてあげるっていうところでした。はい。で次なんですけれども、これがだんだん安定してできるようになってきたなって思ったら、次はアームを持った状態で鳴らしてみます。どういうことかというと、アームを持った状態でそのハーモニクスを鳴らしてあげるっていう感じです。まあ、こんな感じです。こんな感じですね。でこれはさっきと何が違うかっていうと、さっきまでってわーわーわーのような感じになってるんですよ。なのでまあこうちょっとこの極端にやるとこういう感じでダーラーラーっていう感じになって、実際やりたい叫び声のようなふわーのような感じとはちょっと違うんですよね。あ、こうですね、ふわーのような感じなので、ここを自然に上げていきたいので、最初からアームを持った状態でハーモニクスを鳴らす、それで上げていくっていう、こうすることでタラーラーじゃなくてタワーにできるっていう感じです。はい。なんか説明がちょっと雑で申し訳ないですけど、はい、もう一回やってみましょうか。鳴らしてアームを持った状態で鳴らす、こんな感じですね。はい。でこれをだん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 と速くしていく。で最初本当に慣れない場合はアームアップしなくてもいいんで、単純に持った状態でこういう練習してください。単純に持って持ちながら、うん、安定して鳴らせるようになってその後にアームアップを入れてあげる。で全然いいと思います。はい。ならやってみますか。こんな感じですね。で本当に慣れてきたら、ただ上げるだけじゃなくて、上げた状態からビブラートをかけてあげる。なのでこうやって揺らしてあげるっていう感じですね。もう入れてあげるとより叫び声感が出てくると思います。こんな感じですね。はい。でここでこの5フレットで上手くなるようになってきたら、次は3フレットとかでも挑戦してみてください。で実際はね、やっぱりこの3フレットあたりとかの音で鳴らした方が音が高いので、他の楽器とねちょっとバッティングしづらいというかしにくくて、音がすごい抜けてくるんですよ、こっちとかの方が。なのでこっちぐらいで鳴らせるようになると、ライブとかでもやった時でもすごくその音が他の楽器に埋もれずに抜けてくるんで、あいつなんかすごいことやってるっていう感じなので、目指せ3フレットでのスクイールですね。はい。こんな感じですね。こんな感じで3フレットのところでも鳴らせるようになるっていうのを目標にちょっと頑張ってみてください。で本当にね、原因自体は下げ目でも全然音は出るので、今これぐらいとか、そう、全然全然歪まないからできないっていう奏法じゃないので、軽いクランチぐらいでもやれる奏法なので、まあ、ぜひね、いろんなジャンルの人でも挑戦してもらえたらいいと思います。本当にね、ちょっと練習ちょっと飽きてきたなとか思った時に息抜きぐらいでね、これ練習すると時間潰せると思うので、それぐらいな感じでね、リラックスして練習してもらえればなと思います。